宙への移民が始まって50年、宇宙移民者たちは地球連邦に対して独立戦争を仕掛けた。その戦いは人類の総人口の半数を死に至らしめた。建設中の7番目のスペースコロニーサイド7、ジオン軍のモビルスーツザクの進行からこの物語が始まる。ガンダムと少年の数奇な出会いが一人の戦士の目覚めを呼ぶ。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。みんな、始まりなのだ。ジオンは開戦当初地球連邦を圧倒したが、ガンダムの出現によって戦局は地球連邦軍に傾くように見えた。ザクが3機伝えておくわね。当てにしてるわよ。行きまーす。左から来る。遅い。数奇な運命の糸に操られ、兄と妹は敵味方として再会する。私は良い友を持った。そして兄は友への裏切りを企む。アムロはニュータイプです。宇宙世紀の生んだより深い洞察力を秘めた人ではないでしょうか。私の子供です。怪我をしてるんです。見せろ。そうだけど人様に鉄砲を向けるなんて。母さんは僕を愛してないのか。そんな、子供を愛していない母親がいるものかい。嘘つけ。アムロ、心の糧に。